あ岩をかけるんですね。ああ、キックいい選手。うおーやっぱそうなんだ。岩をみんな好きだもんね。そんなに見たことなかったけど。ベテランでそんなに期待されてるから、やっぱそういう、ね、ビルドアップの時の安定感とか、今のキックとかね。確かにみんなが好きな選手だけるね。あーリカルド徳島の4年間でもずっと PK とかこー,ーもかされてたんだ。ありがとう、シェフ。じゃンバつなげる選手を取ったんですね。その、ガンバじゃないわ。裏は。つなぐ軸になれるような選手を。 岩尾いいですね、降りなきゃいけないところに今、スプリントで置いていったとか、ボールを受けるために迅速にそのポジショニングを把握して動ける選手っていうのは、チーム助けますよね。岩尾のボールを受けるうちとか、判断とか、結構よく見えますね。そこまで落ちなくていいかなとか、そういうのはあるけど、もうちょっとセンターバックに任せて自分、間取りながら、あの相手の動作し宿を無効化するレイオフとかしてあげたら。 いいかなと思いますけどあ、ね、岩尾の今のターンとかね。素晴らしいですよね。で、3バックの脇。ああ一番ね、急所が空いたところがね、使えなくてちょっと。いや、いやお賢いね。今もね、奥に走ってったらむしろパスコースなくなるからやめ,めて、手前で受けてみたいな。あれ結構ね、できない人はできないんだよね。いや尾いい選手取りましたね。いやはリカルドが絶対欲しかったピースの一人だったんで。だろうね。 すごく賢い。うん。ありがたいよね。こういう選手いるのは。あ、岩尾の切り替え素晴らしいね。で、ちゃんとマイボールしたし。うん、岩尾聞いてますね。え、岩尾レッドの出てんじゃん。その間に雑談してたら。喋ることなくなってたから、チャットの方を見てたらレッドになってたね。しかも岩尾ね。